というわけで今日はね、あの下津井の、場所に来てるんですけども、あの昔ね下津井電鉄っていうのが通ってまして、こちらに駅があったということで、まだプラットフォーム跡も残っていたりで、線路もまだ残っております。でその目の前に、車両が止まってます。以前もね2回ほど来たことあるんですけども、今日もちょっと改めて、ご紹介したいなと思って来ました。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。以前来た時はね、あの小さな鉄道館というのはなかったんですけども、最近なんかそういうのができたらしくて、まあ最低限まだ限られてるんですけども、その当時のものが、まあ、写真とかね、まあ、椅子座席とかを触れることができます。ぜひあの興味ある方は行ってみてください。で、まあ、定期的にね一部中に入ってみることができるということです。詳しくはまあインターネットの方を調べてみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。